どうも、レオンでございます。今回もですね、J リーグ J1 についてお話ししていきましょうか。今回ですね、J リーグの J1、FC 東京について、お話をしようかなと思います。中途半端な順位ですね。18チーム中、17位、11位、絶望ですね。はい。監督はアルベル監督ということなんですけども、まず、なぜ低迷してるのか、はっきり伝えるわ。あの、F 党のディフォージに。あのね、もう分かってると思うんやけど、スペイン人監督、限界説。はい、限界なんですよ、もう。はい。ワールドカップでもスペイン弱かったですよね。ヘボかったですよね。累戦力がね。で、今世界でも、スペイン人が活躍してる、スペイン人監督が活躍してるとこって少ないでしょ。まあ、アストンビラのウナイ・エメリは、まあ、活躍してますけど、あの人、スペイン人にしては珍しく、攻撃のエッセンスとディフェンスのエッセンス両方持ってるんですよ。だから、まあ、そこそこ活躍するんですよ。まあ、ビッグクラブでは活躍できなかったんですけど。って考えると、スペイン人監督も全滅じゃないですか。で、日本でも、リカルド・ロドリゲス、いましたよね、浦和レッズの。彼、なぜ失敗したかっていうと、いわゆる、現代サッカーの潮流についていけなかったんですよ。要はね、サッカーというのはパスをたくさん回していければ勝てるだろうっていうね、わけのわからんその思考が持ってるんですね、スペイン人って。で、リカルト・ロドリゲスもちょっと言っちゃいにくいんだけど、リカにするわ。もうそうなんですね。だからパスガンガン回すと。で、1試合なんかパスの本数もすごい記録してましたと。でもサッカーってね、パスたくさんしたら勝てるゲームじゃないんですよ。そしてまだ知らなかったんですね、リカは。パスをたくさん回せば勝てると思ったんですね。ちゃんとルールを教えてあげないと。点を取って、最小失点にすれば勝てるんですけど、そのルール、基本的なルール知らなかったゼリーかもね。で、このアルベル監督も同じなんですよ。まあ、アルベル監督はまだ、リカに比べたら、全員でハードプレスというかね、プレッシングもしていこうっていうマインドも少し持ってるんですけど、言うてまだまだね、つなぐことを最優先にしてる、そんなところもあるんですよね。まあ、それと、あとは人を見る目、なんか攻撃的なサッカーと言いながら、例えばレアンドロとかアダイウトンとかディエゴ・オリベイラとかね、まあね、使い物なんですよ、ペロッチとかね。そんな選手が出てるようではもう勝てないんですけど、なんかまあ重宝してるというかね、まあその辺の采配も含めて、なんかもう先ないかなって俺から言わすと、自力になっていただくかなという感じがしますね。まあ、F 党の T 法師からするとね、きっとアルベル監督が F 党をなんかこう勝利に導いてくれる、初優勝に導いてくれるってね、思ってるかもしれないですけど、これ無理です。はい、永遠に無理です。時間がかかっても、何もタイトルをもたらすことはできません。残念ながらね。はい、っていうことをこう伝えたい、まあ。スペイン人監督、もう終わりだよということですかね。まあ、ガンバ大阪 のパヤトス監督にも言えるんですけど、はい、この前アルベックスに勝ちましたよね。あれ奇跡です。はい。まあ相手がね、アルベックスの監督もスペイン人監督みたいなサッカーしますから、あんなんで勝てるわけないですよ。はい。っていう形でね。まあスペイン人監督がもう終わりが近づいてるよっていうことと、合わせて、アルベル監督、残念ながら日本でのキャリア、もうこれ以上何か多くを望むことは不可能だという形で、まあ俺行くとかなりこれから低迷すると思うね。うん、次の監督をまあ誰選ぶのかちょっと分かんないですけども、まあ、ちょっと世代的にも結構年齢層高めなんで、まあ、それもあるし、スペイン流のサッカーもう終わりなんで、やっぱインテンシティとポジション、この両方をね、極めていかないと上には進んでいけないんで、だから川崎が低迷してるとこもそういうとこだよね。ポジションだけはなんかね、極めてるようでは上にはいけないのかなと。まあ、ミシャなんか異例だよね。ポゼッションだけやってるだけで何も怖くないっていう。まあただ首に切られないのはなんかあの人の人柄なのかね、ちょっとわかんないけど、はい、っていう感じで、F 党、未来はもうなく終了です。